はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、4月26日、2022年ですね、火曜日の、今何時 ?13 時3分に収録しています。で、今回ね、救急車でドライブ。で、今日4月26日なんですけどね、25日ですね、福知山線のね、脱線事故からもう、何年経つんだっけな、2005年でしょ？あれ、2005年だから、あれ？郵便局やりましょうか。まあ、救急車がなんかね、郵便局やるっていうのも斬新で。17年か。約17年経つっていう。約じゃないか、17年か。福知山線ね、207系の時ですね。旧塗装の207系か。右に曲がるか。でもあれ、久しぶりに慰霊式みたいにやりましたよね。3年ぶりって言ってましたよ。まあコロナ禍でね、コロナで3年やってなかった。やってなかったんだね。まあ鉄道ファンとしてはね、忘れることのできない事故ですよね。まあ1両目がね、マンションに激突して、1両目の形が見えなかったもんね、あのニュースの上空から見た映像だとね。最初見たときな、よくわかんなかったですもんね。まあ、よっぽどスピードを出してたんでしょうね。やっぱり、オーバーラウン2回してたのかな？あれ？あ、ダメだ。交番ダメだ。オーバーラウン2回してあの事故ですもんね。すごいオーバーラインしたんだけど、なんか、車掌さんにね、オーバーラインした距離を負けてくれとか、そういう、あ、スーツさんの動画ってまとめ、なんかやってましたね。福知山線の事故がありました。あって、それをなんか動画で50分、1時間ぐらいやってたのかな。あの時はもう一日中、もうその事故で、一日中ニュースやってましたからね。もう番組、普通のバラエティ番組とかもう潰れましたからね。でも全部一日中、どこのテレビ局も、その事故で、事故のニュースでしたからね、特番組んでやってましたから。まあでも今の子はちょっといまいちピンとこない。僕なんかね、まだニュースの映像とか、そういうので見せたんでね、ああ、こういう事件は、事故もありました、あったなってね。ありますけど、やっぱり今の子はね、なかなか、
脱線事故あったって言ってもね、ニュース映像とか見ないでただ脱線事故あった、大きい事故があったんですよって言ってもなかなかピンとこないですからね。あ、ガソリン車で洗車したんだっけ。いまいちピンとこないかもしれないですけど、まあでもそういう事故でね、まあ安全が見直されて今で、そんなに大きい事故ってね、今電車も鉄道ってあんまりないですからね。まあもちろんないわけ、全くないわけじゃないけどね。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。あ、郵便局行きましたね、交番も行きました、サービスエリア行きました、ガソリンスタンド行きましたと。はい、ありがとうございました。